計画を再開しよう。太陽剣！人間どもは何やら不思議な技を使う。それは神である我々すら脅かすものだ。今の光、それに先ほどお前を封じようとしていた妙な技のことか。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。木は熟したということかもしれない。ポタラを使い合体しよう。いや、それは総計というものだ。何？先ほどお前を封じようとしていた技、二人いるからこそ人間たちの奇策に打てる手もあるとは思わないか？なるほど、一理あるな。それにあいつらごときを始末するのに見せる必要はない。神の真の力などな。ん？そういうことか。あちらの世界の海王神は生きているんだったな。ポタラか。まさか我々の切り札を先に使われるとは。だがポタラを使わなければならんほど奴らは追い詰められているということだ。それに合体しようとも所詮は人間、我々神に勝てるはずもない。どうした？神の力はこれっぽっちか？おのれ人間、調子に乗るな。神にしか許されぬポタラまで使用するとは、どれだけ罪を重ねるか気が済むのだ。お前の理屈は聞き飽きた。さっさとひねり潰してみな。神に抗う知れ者が。決着をつけよう。カワに変える。その身に刻み込む。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。行くぜ。諦めろ。悪く、ザマスよ、これは合体に躊躇している場合ではないのではないか。遊びは終わりだ。我々の輝きにひれ伏すのだ。
共に正義を。創世の始まりだ。我が姿は正義、我が姿は世界。聖なる激流、これが神の怒りだ。あがめよ、たたえよ、この気高くも美しい不死にして最強の神ザマスを。俺も加勢します。さあここか。神の手で殺されるなど光栄なことだな。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の生かし。お待ちだ。これこそが正義。神の手で殺されるなど光栄なことだな。新たな時代の息吹をこの星に宿せ。絶対の生かたし。終わりだ。自分の過ちに気づかぬ愚かな罪人よ。人間がいくら集まろうとも神の光には勝てぬのだ。所詮貴様は汚れた罪人、神にかなうわけがないのだ。トランクス！罪とともにその汚れた存在を浄化してくれよう、サイヤ人！これで我に逆らう者はいなくなった。さあ今この時より宇宙に新章が始まる。大いなる神の力と意志で永遠の正義を実現するのだ。